こんにちは。ここ最近の声優さんニュースを見ていきましょう。今回のニュースはこちら。それではどうぞ。上坂すみれさん、先日結城葵さんと一緒に飲みに行ったそうなんですが、そこに至るまでの過程がめっちゃ面白いんでご紹介します。ある日の午前5時頃、上坂さん自宅でお酒を飲んで酔っ払っていたそうなんですが、その状態で結城さんに LINE。 結城葵さんへ好きですと。上坂さんそのまま寝落ちしたそうですが、まあね、そんな時間に突然告白されたら誰だって驚くじゃないですか。翌朝になると結城さんから、もう本当にそういうのやめてよね、でも飲みに行こうという返信があって、お二人で飲みに行くことになったわけです。でここからも面白い。結城さんお酒が得意ではないそうですが、上坂さんがガンガン飲んでいるので可愛くもそれに対抗して同じ強いお酒を頼んでいたとか、その様子があまりにも可愛くて上坂さん結城さんが乗ってくるような甘いけど度数が高いお酒をあえて頼んでいたそうです。25度あるカクテルとかね、内緒だよって言ってました。完全に小悪魔じゃないですか。ただこれ結城さんによると対抗していたわけではなく、自分がお酒に詳しくないからお酒好きな上坂さんと同じものをオーダーすれば美味しいのかなって思っていたらしい。上坂さんそんな結城さんに気を使ってお水も頼んでくれたりしていたそうです。フォローもしっかりするところ、なんてお優しい方でしょうか。ところで飲みの場では、もしも魔法少女が全員おじさんだったらみたいなトークに2時間くらい花を咲かせていたそうです。9月1日より地上波で全国放送されているマクドナルドの CM ハッピーセット屋さんに白井雄介さんがクルー役で出演されています。 CM ではご注文のハッピーセットですというセリフとともにお客さんにハンバーガーを手渡します。白井さん高校時代にマックでクルーのアルバイトをされていましたし、当時もこんな感じだったのかななんて思うとニヤニヤしちゃいます。ここ最近はマックの店内放送も長いこと担当されていて、もはやマック声優とも言えるでしょう。この CM について番組声優と夜遊びにて言及された際は、マックの偉い人の娘さんが俺のファンなんじゃないかって思うくらいになぜ自分に声がかかったのかわからないと語る白井さん、安本さんからこっちの方はとギャラを聞かれ、まだわかんないんですと答えつつ、地上波ってすごいって聞きますからねとこの表情なんです。白井さんのこういうところ大好きです。ギャラがいくら入るかは分かり次第安本さんに LINE するとのこと。アニメシャドウハウスでエミリコ役を演じる声優笹原優さんと、アニメ Q でカノシホ役を演じる声優森谷京香さんのお二人がパーソナリティを務めるラジオ優と京香の集まれ笹森第82回に杉田智勝さんがゲスト出演されました。お二人とも杉田さんをとても尊敬して慕っているのがよくわかるラジオでしたが、そんなお二人に杉田さん責められて防戦一方になってしまう面白い瞬間があったのでご紹介します。結論から言うとね、このラジオ放送前からお二人とも杉田さんの X をフォローしていたそうですが、杉田さんどうやらフォロバしてなかったそうで、そこを続かれてしまいます。笹原優さんのこんな一言から杉田さん攻めの火蓋が切られました。ずっと思ってることがあって、この際だから聞くんですけど、なんで X フォロー返してくれないんですか。はい、それまでのトークの流れとは完全に異なり、まさに今日疲れたという感じで、はえへと焦り出す杉田さん。すると援護射撃するかのごとく森谷さんも、自分も返してもらってないと発言。なんで、なんか他の人はフォロー返してもらってて、私数年来の知り合いのはずなのにと畳みかける笹原さん。ここでね、杉田さんの女性声優さんフォローに対する考え方が明らかになります。どうやら杉田さん、相手が女性声優さんの場合は私をフォローしてくださいと言われて初めてフォローするようにしているそうです。 X で絡むことはしても自分から進んでフォローしないことを考えると、同業者に対しても公平閉鎖を徹底しているのかなって感じました。興味がないとかじゃないのよと語る杉田さんに、心の距離感なのかなと思ってしまったことを打ち明ける笹原さん、森谷さんに対して、そんなことはございませんと安心させようと必死になる杉田さんが面白すぎでした。ラジオ収録後、パーソナリティのお二人が杉田さんフォローしたと書かれた紙をアピールするショート動画を公開。これに杉田さん、ちゃんとフォローしました、許してくださいとポスト。念のため杉田さんのフォローリストを確認したところ、確かにお二人のお名前が並んでいました。この一連のやりとりを見ていて、杉田さんって芝居にも同業の声優さんにも、もちろんファンにもめちゃめちゃ気遣いされる人だなって感心しました。上田玲奈さん、高橋理恵さん、お二人はラジオ高橋理恵、上田玲奈、仕事で会えないからラジオ始めましたのパーソナリティを担当されてますが、玲奈さんはアニメ私の幸せな結婚で西森美代役を、理恵さんはアニメルローニケンシン明治剣客ロマンタンで神谷香織役を担当されてます。どちらの作品も2023年夏アニメとして放送されてますが、ここで面白い共通点があります。それは
お二人が演じるキャラクターそれぞれ敵キャラに誘拐されるシーンがあるということ。ワタコンは第5話で車、ルロケンは第6話で小舟、どちらのヒロインもブチギレした主人公に救出されます。放送日で言えばほぼ同時期にさらわれて救出されています。でね、もっと面白い偶然の共通点があるんです。ワタコンで主人公工藤清香を演じるのは石川海人さんで、ルロケンで主人公日村健信を演じるのが斉藤壮馬さん。なんとね、この二人もまた一緒にラジオやってるんです。斉藤壮馬石川海人のダメじゃないラジオ、通称ダメラジ。ということで2つの人気作品で各主人公各ヒロインがコンビでラジオをやってるわけです。レイナさんとディエさん、ラジオで作品について語る中でこの共通点に気がつくのですが、待って、それぞれじゃん、あのラジオ私たちのヒーローがってめっちゃテンション上がってました。ちなみにワタコンの誘拐エピソード収録後、清香役のカイトさんからレイナさんの元へ深夜突然めちゃめちゃ良かったというメールが来たそうなのですが、それまでメールでのやり取りはなかったとのことで嬉しかったそうです。9月3日放送、ザ・カラオケバトルにアニメ東京リベンジャーズでマイキーこと佐野万次郎役を演じる声優林優さんが出演されました。林さんといえば2022年に放送されたカラオケ生放送番組の中で見事100点を取り100万円を獲得したことがあるくらいカラオケがお上手なんです。カラオケ採点モードではどこの得点を上げると総合得点が伸びるなど分析力もすごい。カラオケ終了後は自分の得点を毎回スマホに保存して家で研究しているとのこと。そんな林さんが歌う楽曲はミスターチルドレンの印、その歌唱力の高さを見せつけるとともにミスもなく完璧に歌い切ります。結果発表前には林さんの大ファンという女性アナウンサーさんに、俺がいる限り誰も負けねえんだよというセリフを披露、勝つ自信はあると断言されていました。この時点での暫定1位が 99.615 点。さあ何点だ。林さんの得点小数点以下3桁が000と表示された瞬間、誰もがこう思ったでしょう、あ100点だこれと。ということでね、98点でした。めちゃめちゃ期待させておきながらまさかの98点、おい期待させんなと叫ぶ林さん、そして会場は大爆笑、めちゃめちゃ面白かったです。9月6日、井上貴子さんの X アカウントにてスタッフがこんなポストをされました。スタッフより、収録スタジオの暗証番号を入力してもドアが開かないと慌てるお姉ちゃん、あれ間違えてると再確認したら、まさかの暗証番号ではなく今から収録するアニメの話数を入力していたそうです。お姉ちゃんそれは絶対開かないです。ということでね、貴子さんドアのロックが開かずに困っていたらまさかのアニメの話数を入力していたとのこと。いやね、例えばロック番号が6135でこれを6153と間違えるってのはあります。ただアニメの話数ってあっても2桁じゃないですか、多分ドアのロック番号とかは桁数違いますよね。ということでめちゃめちゃお茶目なキッコさんでした。9月7日放送のぐるぐる99ゴチに関智一さんと木村昴さんが出演されました。この2人アニメドラえもんだとスネ夫とジャイアンのコンビだし、レギュラーメンバーの宮野さんと関さんといえば自分の中だと下毛のオカリンとダルです。とにかく人気声優3人が集結するまさに神回。ネタバレ含むのでこれから見る予定の方は飛ばしてください。今回の設定金額は15,000円。料理をオーダーするときスネ夫っぽい小学生の声で注文する関さんと、ジャイアンっぽいガキ大将風な小学生の声で注文するスバルさん、開始早々サービス精神が半端ないです。絶対あれだと突っ込まれるも全然違うよねとお隣同士で会話する2人、もはやジャイアンとスネ夫にしか聞こえません。関さんの食べてる演技やスバルさんの溺れる演技などを披露したり、3人揃ってご当地キャラに当てれこしたりと、今回はまさに声優スペシャルな内容だったと思います。で料理の結果なんですが、1位が木村スバルさんで12,700円、2位が宮野守さんで12,200円と声優さんが1位2位で抜けていきます。ここでやばい抜けたいとつぶやく関さん、そして3位奇跡が起こりました。関智一さん12,000円です。まさかの声優3人がワンツースリーで抜けていく展開には胸が熱くなりました。概要欄に見逃し配信のリンクを貼っておきます。アニゲイレブン10月からの新 MC に声優前田香織さんが抜擢されました。アニゲイレブンといえば2015年から BS11 で放送されているアニメゲーム系の情報番組であり、歴代 MC は久保ゆりかさん、凛さん、脇あずみさんが担当されており、前田さんは4代目の MC となります。10月からは前田さんの活発な雰囲気を出した新しいスタジオデザイン前田ランドに変わるそうで、これまで以上に遊び心と癒しを提供する番組になるとのこと。リニューアル初回放送は10月6日で、初ゲストは紀藤あかりさん。めちゃめちゃ仲良しなお二人がどんなトークを繰り広げるのか非常に楽しみなところ。番組プロデューサー曰く、前田さん起用の理由は前田さんの明るさと人当たりの良さと説明されています。ぜひチェックしてみてください。以上です。次の動画でお会いしましょう。